Hey everyone, it's Froggy and I'm back again with another episode of Amnesia Memories, so I'm just gonna go ahead and start. Well, he said he did. とにかく気をつけていこう。今の君には確実に信頼できるって人が一人もいないんだもん。深夜店長は悪いやつには見えないけど、私は記憶喪失なんです。でも病院には連れて行かないでね。なんて言える仲じゃなさそうだし。っていうか、そんなこと言うと逆に病院送りになっちゃうな。とにかくバイト行こっか。 あ、おはよう。昨日は驚かせてごめんね。あんまり気にしないで。それだけ？あんなことして、あんなこと言って、たったそれだけなの？あいつにとっては昨日のことなんて大したことじゃないのかな？着替えてこよっか。 全員揃っているようだな。それでは朝礼を始める。今日はまず諸君に注意してもらいたいことがある。とある筋からの情報によると、昨日当店の従業員内で交際関係における交際関係におけるトラブルがあったそうだ。とある従業員が別の女性従業員に対し淫行を働こうとし拒絶されたと報告を受けている。How did you find that out? は？ シン、お前か？はい、家が近所なもので。シン、 why would you do these things? 背後に警戒が足りないようだな。店外での男女交際は大いに結構だが、業務に支障のないよう、それからヤジの度が過ぎないよう注意しろ。以上だ、解散。バレるのはいいんだけどね。まさか朝礼で注意されるとは思わなかったよ。 シン、覚えておけよ。もちろん忘れませんよ。俺なりに衝撃的でしたし。ポーション。まあ先輩は誰に見られていようと気にもならないんでしょうけど、そもそも気にするならあんなとこで堂々とキスシーン演じませんよね。見られるのは気にならないよ。でもさすがに店長に告げ口されるのは予想外だったね。驚かされたんで軽い仕返しです。 それじゃ、俺は仕事始めます。オーシェン。悪かったね。僕はそれほど気にならないけど、君は恥ずかしいでしょ。シンのやつ、小学生じゃあるまいし、何を考えてるんだか。まあ多分若さんはそんなに気にしてないと思うよ。若さん流の冗談なんじゃないかな。でもシンのそばには近寄らないようにして、からかってくるかもしれないからね。 Probably, but I don't really care. Got it, I'll stay away from him. I am going to stay away from him. 僕もあんまり君に近づかないようにするよ。一緒にいてからかわれないようにね。思った通り、君は恥ずかしがり屋だな。からかわれるのに慣れてないんだね。嬉しいって言ったら悪いかな。僕の方は慣れてるっていうのにね。おい、事務所の二人。 今注意したところだろ。勤務中の恋愛行為は禁止だ。ナビ、ロマンティック。はい、店長。フロア入ります。怒られちゃった。じゃ、また後でね。あ、そうだ。今日は帰りに用事があるから遅れないんだ。話すチャンスないかもしれないから、先に言っておくよ。気をつけて帰ってね。本気で気にしてないね、あいつ。キスシーン見られるのくらい慣れてるって。 まあ今時はそうかもしんないけどさ、普通それを彼女に向かって言うかな。なんかムカつく。<笑>それにしても真に見られてたとは想定外だったね。あいつ近所に住んでたんだ。あ、一緒に帰れないんじゃ待ち合わせ場所を探るための尾行作戦が実行できないじゃん。うん、やれやれ。
とりあえず仕事始めよっか。あ、お客様だ。お迎えしよっか。Yeah. ここに一輝さんっていう素敵な執事さんがいるって聞いてきたんですけど。Oh God. 今日その人いますか？ No, go away. うわ、なんで一輝を指名するんだよ。あいつが来たら店内の静寂が破られるだけじゃなく、ものすごく醜い争いが。お嬢様、私をお呼びでしょうか。Oh, Jesus. あの、私ミサコって言うんですけど、メアドを教えてもらえませんか。 Wow, you're forward. Jeez. ちょ、ミサコ、何一人で厚かましいこと言ってんのよ。 Exactly. でも私もメアド欲しい。 Number six? Why are there so many girls? は？迷惑でしょ。そりゃ、私だって欲しいけど。いいじゃん、頼んでみるだけ頼んでみたって。ダメだったら断ってくれるよ。 If you give them your number, I'm gonna be so mad. どうですか、一輝さん、やっぱりダメですか。ありがとうございます。ですが、申し訳ありません、お嬢様。 Thank you. お教えしたいんですが、当店の規則で業務中のアドレス交換は禁止されているのです。 Oh, is that the only reason? そんなルールあったんだ。じゃあ業務時間外に来れば教えてもらえますか。そこまでするとか言ってあんたも来るんでしょ。それはだって来ていいなら来たいに決まってるじゃない。構いませんよ、お嬢様方。うわ、行きなお。もしご自宅にお帰りになっても私のことをご記憶でしたら、いくらでも訪ねていらしてください。 Terrible boyfriend。ええ、もちろん。もしご自宅にお帰りになっても私をご記憶でしたら。なんだろう今の。どうして覚えてる番なんて強調するんだろう。 Yeah, that's a little weird. あれだけ騒いでれば覚えてるでしょ普通。何ぼーっと立ってるんだよ、焼いてんの。ふん、そうでもないって顔だな。気にならないわけ？俺だったら付き合ってる相手が他の男とメアド交換してたら黙って見てないけど。いや、だって記憶なくす前の君はこの状態を受け入れてたっぽいんだもん。何、それとも前の君も内心腹渡にえくり返ってたのかな。うん、 It's okay, I'm used to it. I do want him to stop. I do want him to stop. It's annoying to me. ま、普通そうだよな。好きな相手がああいうことしてればムカつくに決まってる。前から疑問だったんだけど、好きで付き合ってるんだよな。先輩に嫌だって言った方がいいんじゃないの。言えるもんなら言いたいよね。Right. ま、俺には関係ないことだけどさ、変な関係だよなあんたたち。 Yeah, yeah we do. うん、変な関係だよね。Home at last. やっぱり謎だと思うんだよね、一輝の態度。いや。だってあいつが君を口説いてる最中なのは昨日の会話から間違いないでしょ。いや。君の気持ちがどうだったかはともかくとして、一輝が君を落としたいのは事実なわけじゃない。うん、それなら君に一途な態度を取った方が絶対いいでしょ。見せかけだけでもさ。なのになんであんなに他の女の子とベタベタするんだろう。もしかしてあいつが言ってた体質ってのに関係してるのかな。 Oh, received a message. Sorry, I couldn't walk with you today. Did you get home safely? なんだかんだやっててもこのマメな気遣いだけは忘れないよね、こいつ。で、なんて返信する？ It was a lonely walking by myself. It's okay, don't worry about me. Don't worry about me. まあ、それが一番無難な返事だね。はあ、なんだかさ、情報を知れば知るほどよくわかんなくなってくね。とりあえず今は日常生活を取り戻すのが先決かな。当分はバイトしか予定入ってないしね。
Yeah. そうしてる間にポンと記憶が蘇ってくれるといいんだけどな。Yeah, that'd be nice. Ooh, I like this one. He's super cute. Look at this. Apologies for the wait, madam. And I'm going to end this episode here for today. Hope you guys enjoyed it. If you want to see more, just click the eye at the top and don't forget to subscribe. Thanks for watching.